どうも、男子ライフトーキング、ともなりよひとず、ダウダウスをザーサイズ。これ関係ないですか、今日。さあ、こちら、甘さすっきりザクカリダブルの食感、アーモンドクリアクリスプ。クリアクリスプ。なんでしょう、この透明なクリアクリスプは。塩かな。ということで、裏を見てみると、大人グリコ、カリッと飴焼きアーモンド、飴焼きアーモンドと甘さ控えめチョコレート、そしてシュガークランチ。砂糖の粒なんですよ。砂糖の粒がダイレクトに入ってると。それがあるからチョコレートを甘さ控えめにしてるのかなっていう感じですかね。グリコ独自の飴焼き製法で仕上げたアーモンドをチョコレートにギュッと詰め込みました。シュガークランチのザクザクした食感が心地よい新食感のアーモンドチョコレートですと。今回もちょっと見本品を手に入れたので、ちょっとレビューしてみようかということでございますよ。どうなんだろう、アーモンドの食感があるのに、そのシュガークランチの食感をどういう風になるんだろう。綺麗に整列してあるけど、じゃあ一粒いってみましょうか。美味しい、普通に美味しい。この辺ね、これシュガークランチですよ。ただやっぱりアーモンドの食感が大きいですから、研ぎ澄まさないとちょっとシュガークランチの食感は分かりづらいかも。それでもやっぱりカリの中にザクっていう食感が入ってきて、確かに楽しいかもしれないですね、食感が。そんなに主張しないですよね。やっぱりこのアーモンドっていう食感があるんで、シュガークランチの食感は、ちょっと控えめ。ちょっとわかりづらいかもしれない。うまい。非常にうまい。食感、でもシュガークランチがあるからといって、その甘さをが生きるというよりかは、やっぱり食感のために入ってるのかなっていう感じはしますね。美味しい。これ美味しいです。アーモンドピーク、アーモンドピークのクリアクリスプでした。ということで、男子ライフトーキング、お相手はともなりよひとでした。また、このチャンネルでお会いしましょう。チャンネル登録、まだの方は、よろしくよろしく。バイバイバーイ。うまい。